よいしょ、まあまあ、ね、こうやって最後の最後まで完走できるっていうのもなんか運命やと思う、ね、しっかりやって、いいですか、カメラ目線いいからお前、はい、な特にお前、はい、いいですか、ね、せっかくこうやってね、わざわざこの注目してこう来てくださってるから、ね、試合ができるように、いいですか、ね、合わせて頑張りましょう。はい、敗戦踏まえて、まあ、1週間しんどい思いしながらやってきたわけだし、まあ、それをこうコート上でやっぱり、まあ、リベンジというか、まあ、自分たちのプレーに対してしっかりこうやり返さなあかんと思うから、まあ、その結果がやっぱり勝ちであるべきだと思うし、まあ、それを通してもう今日は終わりやからな、ほんまにその意思が見られるようなこうプレーというか全員での戦い方が見れたらいいかなというふうに、まあ、また明日につなげるように全員で勝ちに行きましょう。はい、よっ、どうぞ。あとの試合全員で、はい、しっかり、はい、はい、はい、ストップ、はい。お疲れ様でした。はい、関西大学ハンドボール男子の中野の関西学生、ハンドボール連盟の理事長の方です。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。今日、サブスティートマッチということで、関西学院大学の、試合ありまして40-20、まあ、圧勝しました。ですが今日の試合の、まあ感想といいますか評価をいただきたいと思います。やっぱりこう、うちのいい面がいっぱい出たと思います。はい、で特にやっぱりディフェンス面をやっぱりかなりちょっと意識してやってきたので、まあ、20点に抑えれて、はい、速攻がたくさん出れたというのがやっぱり今日の勝因かなと思います、うん、非常に本当にバリエーション豊かな攻撃かなと、はい、ポスト周りサイド周り、はい、いろんな攻撃が見れたと思うんですけど、はい、このあたりっていうのは寛大のこう、そうですね、そうですね、そのポイントゲッターというか一人だけすごいというわけじゃないんで、うちの場合は全員でいろんなところから点を取っていくというのがやっぱりポリシーなんで、はい、それがすごく機能して良かったと思います。そうですね、まあ、そう言われると本当に、まあクリス君だったり、池原君だったり深原君だったり、まあ、本当にまめなく7、8点取ってきたということで、はいはい、本当にバランスいいのかなと感じました。どうでしょう、まあ、クリス選手、まあ、昨シーズンの秋では得点を取りました、はいはい、で今日の試合は 7得点ということだったんですけども、はい、どうでしょう、まあ、彼の、まあ、今日の評価いや今日もキャプテンとしても、ね、しっかりやってくれてるんで本当に、まあ、彼のおかげで今日勝てたと思います。はい、であと1年生の池原君、はい、池原非常に面白いな、8得点、はい、まあ、チーム最多となりましたけども、はいはいはい、今までの期待といいますか、いやもう1年生でね、うん、もうそれでディフェンスもかなり重要なポジションをやってるんで、でもこのままね、まあ、足りないところもありますけど、やっぱしっかりちゃんとトレーニング積んで、本当に伸びていってくれたらね、本当その実業団だとかその日の丸とかもいけるような素材だと思うんで、うん、はい、しっかり頑張ってほしいなというふうに思います。池原君なんですけども1年生で、まあ、桃山学院からなんですけど、はいはい、その時はまだポストプレーヤーで大学に入ってからフォーターに転校したという話を聞きましたけども、はい、そのあたりにその転校さ、まあのこういきさつといいますか、まあ、やっぱり練習やってみたらすごい良かったんで、うん、あまりその、ね、僕らが勝手に固定観念とか持つんじゃなくて、やっぱり本人らがもう やらしてみてこうどうなるかっていうのはすごく大事なところじゃないかなと思います。はい、ということは、まあ、本当に来シーズン以降もかなり期待を持てる、はい、もう本当に彼には期待してます、はい、性格もやっぱり真面目に一生懸命やる子なんで、何よりもその上級生がやっぱ彼のことを応援してると思うんですよ、こうああいう真摯な態度でね、やっぱりこう試合に臨んでたら、やっぱりそういうところがやっぱチームにもすごくいい影響を与えてると思うんで、はい、
で、まあ、今シーズンなんですけど、ちょっとコロナウイルスの影響なんかで、全日本インカレが中止になって、はい、でリーグ戦も、まあ、本来の形ではない形で行われてますけども、はいはい、非常にモチベーションの選手の維持だったりというのは、非常に難しかったかなと思うんですけど、まあ、そうですね、はい、でもやっぱりそれも、もう、まあ、先ほど名前挙がったあのクリスが、やっぱりしっかりその4年生のキャプテンでしっかりチームまとめてくれたんで、本当にあの、まあ、僕らは本当にもう、苦労あんまりすることなくここに臨めて本当に良かったなと思ってます、はい、なるほど。で、まあね、カンカン戦ということで、はい、まあ、総合カンカン戦今年なくて、はいはい、まあ、この試合が、まあ、今シーズン初という、はい、ことになると思うんですけども、カンカン戦に対するこう意識というか、いや、それはありましたよ、うん、やっぱそれは負けたくなかったと思います、みんな、はい、うん、やっぱ強い意識が、はい、なるほど、わかりました。で、今の4年生は明日のリーグ戦最終戦で、そうです、インターン、はい、区切りということで、はい、で、その後今度大阪の、大阪の予選ですね、日本選手権、はいはい、土曜日、はい、土曜日、はい、もう3年生以下で出ようかなと今ちょっと考えてます、はいはい、どうですか、こう3年生以下でもすぐこう切り替えてやる、まあ、なかなか難しいかもしれませんけど、でも期待の方が大きいですね、やっぱり、はい、どんな今まで出れてない連中がどんなことでやるんだろうかとかいうのもありますし、はい、まあ、元々もその上級生だけが出てるチームじゃないですから、うん、こうそこのところもちょっとうまく持っていけたらなというふうに考えてます、はい、で、まあ、今日の試合の後半の途中からも、ね、はいはい、次を見据えたようなこう成績を、はいはい、だったのかなと思うんですけど、なので まあ、どうでしょう。いや、もう出た人間がみんな仕事してくれましたから、うん、あれすごく、はい、本当にありがたかったですね。なるほど、はい、で、まあ、明日リーグ戦あって、まあ、次日本選手権の予選があってと、非常にこうチームも切り替わって難しいところあると思うんですけども、はいはい、どうでしょう、今後の意気込みで言いますか。いや、やっぱり目標はやっぱり高く置いて、このチームでやっぱりね、築き上げたものをやっぱり次にどん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 繋げていけたらなというふうに、はい、本当まあ、ずっと言ってるんです、強いっていうことも大事やけど、その俺らがずっといいチームやっていうふうに言われ続けることがずっと大事なんやっていうね、それをやっぱりみんなずっとこうやっていこうよっていうことはずっと言ってるんで、はい、まあ、それが次にもつなげていけたらなというふうに思います。はい、はい、大学でハンドボールの、クリスキャプテンに来ていただきました。今日ねリーグ戦で、関西学院大学に40対20で、見事勝利しましたけども、まあ、今日の試合のこう振り返って感想を聞かせてください。はい、まあ、4回戦あと残り2試合という場面で、まあ、前の試合でちょっと負けてしまって、まあ、4回戦のモチベーションがなかなか厳しいところもあったんですけど、まあ、しっかり全員で切り替えてこの1週間練習に取り組んできたのがしっかり試合に出せたと思うので良かったと思います。うん、で、まあ、監督に先ほどお話も聞いたんですけど、非常に今日は、まあ、ディフェンスからしっかりできているというところだったんですけど、はい、やっぱ先週の大阪経済大学に負けたのところが切り替えるができたということですか。はい、そうですね、やっぱ機能してなかったディフェンスの面と、うん、やっぱ広上のスウェービングっていうのがしっかりはまって、前半の最初からうまく相手の攻撃を防げたと思うので、それが攻撃につながって得点も伸びたと思いますし、相手の得点もそこで止まって、やはり差を相手との点差を開けた場面かなと思います。なるほど。で、まあ、クリス選手なんですけども、昨年の秋のリーグ戦では得点王に輝いて、まあ、今シーズンもということで、まあ、非常に期待されている中でということだったんですけども、今日は7得点というところだったんですけども、はい、今日のご自身のパフォーマンスといいますか、どうでしょう、はい、全体を通して。そうですね、やっぱ得点はもちろんそうなんですけど、やっぱチームに貢献するっていう場面では、まあ、今日は冷静出ていた1回戦の池原や、うんうんうん、まあ、逆冷静出ていた3回戦の奥川にしっかり司令塔として、あいつらが打ちやすいようにゲーミングするっていうのも一つの課題だったので、まあ、それが前の試合よりはうまくできたので良、まあ、かったなと思います。なるほど。で、どうなんでしょう、その、まあ、先ほど名前出ました池原君1年生なんですけども、はい、どうですか、どういう印象を持ちますか。そうですね、彼は1回生入学の頃は、まあ、ポストプレイヤーとして、うん、まあ、ずっとプレーしてたんですけど、やっぱ自分自身上でやりたいっていう思いがあって、やっぱその日々の練習の中でやっぱ先輩の僕たちやったりコーチの上中コーチや中川先生を認めさせるぐらい45度でずっとエースで頑張って練習してきたのが、まあ、周りに認められて、それプラス A チームに来るまでの実力になったっていう、本当に自分の努力がこの短い間に実って、まあ、ここにこのステージに立つことができたんで、本当今後にもすごい期待している選手の一人です、ね。なるほど。でもポストからフローターって結構あるんですかね、そういうこうポジション変更っていうのは。そうです、池原はやっぱ元々、まあ、ポストも、まあ、上手だったんですけど、うん、やっぱりシュート力っていう部分は入学当初からやっぱすごい光るものがあったんで、
それを自分自身で自分が上でやるためにはどうすればいいのかっていうのを考えながら毎日練習に取り組んでたと思うんで、うん、やっぱそういう努力が実ったことが、まあ、本当にチームにとってもプラスになったかなと思います、うん、まあ、チームにたくましい後輩がいるなというところですよね、はいはい、なるほど。で、まあ、今シーズンなんですけども、まあ、コロナウイルスの影響で、まあ、春先から練習がなかなかできないという中でリーグ戦も春もなく、で秋もちょっと特殊な形で代替試合というような形で行われました。で一番残念なのが全日本インカレが、中止になりました。どうですか、4年生としてそのインカレがなくなって、その気持ち的にも非常にこうモチベーションの維持難しかったと思いますけども、このあたりでキャプテンとしてどういうふうにこう消化していったんでしょうか。まあ、ありがたいことに、まあ、僕たちの同期はすごいハンドボール好きなメンバーが多くって、まあ、周りの大学の4回生は、まあ、引退するかどうするかっていう話が出ている中、まあ、僕たち関西大学の4回生は、まあ、全くそういう話が出なくて、やっぱ引退するっていう子も一人も出なかったんで、まあ、それは本当に同期に感謝していますし、まあ、僕自身は、まあ、やはり、まあ、もちろん春リーグインカレなくなったんですけど、まあ、それでも他のクラブでは、まあ、今年一度も公式戦をせずに引退されて4回戦もいらっしゃると思うので、やはりこの秋リーグのこの試合が開催されただけでも、やっぱ理事長の中川先生にも感謝すべきだし、やっぱ関西学連の運営スタッフの方々にも本当感謝してプレーしていきたいなと思っています。なるほど。で、まあ、ご自身の、プレーというのは明日の同志社戦だと思うんですけど、それが最後になります、はい、でもすぐチーム切り替わって、その後まあ日本選手権の大阪予選ということで、非常にこう、まあ、徐々にこうチームも変わっていきます。どうですか、まあ、最後後輩に向けてといいますか、はい、お願いします。はい、やっぱ今年1年やってきて、やっぱ後輩は本当にいいメンバーが揃っていて、まあ、もちろんプレーの面でも技術高い選手が多いし、やっぱメンタル面でもすごいみんなが一生懸命頑張れる後輩たちなんで、まあ、本当僕自身期待している中で、やっぱそういうしっかりした後輩がいる中でも、まあ、僕たち4回生が残せるものは何かなっていうのを考えて、最後の同志社戦しっかりと取り組んで、最後は全員で勝って笑顔で終われるようにやっていきたいなと思います。関西大学ハーフボールの池原選手に来ていただきました。1年生です。どうですか、まあ今日リーグ戦戦いました関西学院大学40対20で、はい、見事勝利しました、はい、どうですか、その他の感想を聞かせてください。僕自身入学してスタメンで出たのが初めて でベンチに入ったのもベンチに入ったのですが、試合は最後の10分ぐらいしか出れないぐらいのだったんですけど、でも先週ぐらいから A チームで徐々に練習入らせていただいて、で周りの先輩方も協力してくれて、僕がやりやすいような雰囲気を作ってくださって、でプレーすることができました、うん、でまあ、ちょっということはもうリーグ戦のスタメンが初という理解でよろしいですか。はい、うん、それがまあカンカン戦ということで、関西学院でもまあライバル対決でということだったんですけど、どうですか、はい、その辺のこう意識といいますか、はい、ありました。関西学院には先輩が2人ぐらいいてて、うん、でカンカン戦はすごい楽しみにしてたんですけど、コロナの影響でなくなってしまって、それがこの試合でできることになって とても嬉しい気持ちで、僕も気持ちが昨日からずっ と高まっている状態でした、うん、なるほど。で、今日なんですけども池原選手、8得点ということで、はい、これチームの1の得点を稼ぎました。これご存知でした、はい、分からなかったですか。1とは8点取りました、はい、チーム1とは分からなかったです、はい、あ、そうですね、なるほど。どうですか、今日のご自身の、まあ、攻撃面も含めて守りも非常に良かったということで、はい、監督もおっしゃってましたけども、いかがでしょうか、はい、今日のご自身のプレー。はい、でもシュート自体は決まってたんですけど、8点決まったっていう結果ではあるんですけど、自分自身まだまだ成長できてないところとか、うん、強くいかないといけないプレーがあったので、自分自身反省するところがすごい多い試合になりました。なるほど。で、池原選手はもともと高校まではポストプレーヤーだったこと、はい、で大学からこう、フローターを自らちょっとやりたいというようなこともあってっていう話を聞きましたけども、はい、どうですかその辺のこうフローターをやってみたいって思ったっていうところを聞かせてください。中学校と高校1年生の後半まではずっとバックプレーヤーをやっていて、で高校生の2年の中頃ぐらいからポストに転向して、うん、でそこから大学もポストという形で取っていただいたんですけど、やっぱり大学では伸び伸びとバックプレーヤーでプレーしたいなという思いがあり、
志望しました。やっぱこうどんどん得点取っていきたいみたいな感じですけど、はい、どっちかというと攻撃参加でみたいな。ポストはまあ基本的に今ね、まあ、あんまり動かないというか、そういうポジションですけど、はい、まあ、身長も187cm ですか。85ですか。一番後ろの身長もあってということだったんですけども、はい、どうですか、やっぱりフローターがしっくりくる感じですか、どうですか。そうですね、ミドルシュート決まった時がやっぱすごい気持ちよくて、でもミドルシュートしか決めれないっていう、逆にそこが欠点であって、フェイントとかがまだおぼつかないところがあるので、うん、そこを大学の4年間で改善していって、自分の武器も増やしていきたいなと思ってます。なるほど。で、池原選手のこう練習の姿とか、まあ、見て結構先輩とかもが監督も含めて結構見てて、はい、真摯だなというような意見が非常にありました。どうですか、ご自身のこう練習にハンドボールに対するこう向き合い方っていうのは何か意識しているとかありますか。僕はハンドボールがすごい大好きで、うん、大学で続けようと思ったのもそのハンドボールが好き で高校でできなかった、悔いが残ってしまったので、大学でその分を悔いを残さないように最後までやりきるっていうのを目標にしているので、うん、これから4年間も頑張っていきます。なるほど。で、どうでしょう、まだ1年生ですけども、この4年間でどういう選手になりたいかっていう、こう自分の目標なんかありますか。目標ですか。まあ、1年生の時からこうやって公式戦に出させていただいているということで、まあ、自分の力を過信するのではなくて、初心に戻って基礎からしっかりやり直して、最後まで試合に出続けたいなと思っています。なるほど。で、まあ、明日リーグ戦最終戦の同志社戦、それからですね、まあ、その翌週ですね、土曜日には日本選手権の大阪予選の決勝が、まあ、新チームで挑むというところなんですけども、はい、どうでしょう、まあ、それに向けてこう最後に意気込みを聞かせてください。はい、今日のように思い切ってプレーすることができるように、この1週間でも、明日の試合でもそうですし、この1週間の練習も意識して、試合を意識した高い質の練習をしていきたいなと思っています。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。